第14競走、読谷優勝1着、ダウン戦4着連勝、16頭で争われます。一方が、一発目から始まります。まずは、普通番号の角度誘導が行われています。続いて、普通番角が始まるのを3番から2番に入ります。15番のレオンキー。 最後は5番のロータスのリリースが出るとしたか、3番のリアンドメテオール、さあ、これは14番のエリースダイヤ、乗ったらそれは外から3番のリアンドメテオール、最後外から並びました。その5番のロータスのリリースが3番手です。中京競馬最終第12競走。
14番エビリズ・ザキヤが